おはようございます。機種変してから最初のキャスです。 iPhone15 に変えました。音質とか変わってたりするんでしょうか。いやね、今日はね、ちょっと昼から出かける予定があるんでね、ちょっとその前にネイルをしようと思って、まあ、ネイルしながらのキャスなんですけど、現在の時刻はですね、朝の6時40分でございます。まあね、前々から言ってる通りね、わしの起床時間はね、だいたい完全に目覚める時間は朝の5時なんでね、もう体にね、ログインボーナスの時間が染みついてんだ。もうログインボーナスの時間が染みついてるんですよ。そうだ、ログインボーナスで思い出した。機種変した際にですね、iPhone から iPhone への移行だったんだけど、引き継ぎがね、うまくいかなくて、iPhone にはクイックスタートっていう機能がね、最近の機種になんかあるらしくって、で、そのクイックスタートっていうのでね、データの引き継ぎをね、しようと思ったんだけど、何時間、本当に1時間半とかずっと読み込み待ちでずっと待ってたんだけど、まあ読み込まれなくて、それでですね、結局手動で頑張ってデータを元に戻すっていうね、ことをね、やったんだけど、音楽切れちゃった。ループにすんの忘れてた。さっき音楽切れちゃった。ちょっと。でね、手動でね、データを元に戻すっていうことをやったんですが、はいおはよう。データを元に戻すっつっても、ゲームのデータとか、ある程度のデータが戻ってだけであって、写真とかいろんなデータ消えちゃって、今わし回線ネット環境が整ってないじゃないですか。で、ショップでね、全部やってきたのね。エアードロップ使って写真を送って旧端末から新端末にっていうことをや、本当に重要な写真だけ残したから、最近のサムネとか過去の動画素材とか消えちゃって、その移行作業、機種変自体は本当にオンラインで予約してたっていうのもあって、だいぶっていうか本当すぐ、15分くらいで終わったんだけど、その後の引き継ぎ作業とかでだいたいクイックスタート何度も試してダメで、それで2時間ぐらい食って、で、その後ひたすら移行作業手動で、で、それに2時間ぐらいかかって、計6時間ぐらいね、ショップに缶詰でございましたっていう、まずそんなお話でございました。いやー、ちゃんと移行できてほしかったな。なんで移行できなかったんだろう。これさっきも聞いたけどさ、15に変えてから充電の端子がタイプ C になって
まあ、イヤホンの変換アダプターも疎遠に伴って変えたのね。音質変わったとかある？ちょっとヤスリの音入っちゃうかもしんない。そんな嫌な音ではないはずだからちょっと許してね。ネイルジップ作ってるところやからさ、ちょっと昼からね出かけなあかんので、朝のうちにキャス終わったら、特に変わらない、そっかそっか、キャス終わったらあれやな、なんとかキャス終わるまでにはチップ作り終えたいけど、30分で3本いけるかね。コインがないんでね、最高でも30分ですね今日は。いや、1からデータ戻すの大変だった。もうツイキャスのアプリとか全部使ってたアプリ入れ直さないといかんかったし、原神とかニケとか全部ダウンロードし直しだし、プロセカに至ってはデータ消えたし、今まで Android 専用のだった Type-C 変換も使えるよ。私 Android 勢ではなかったから逆にその変換はないのよ。タイプ C ケーブルだったらいっぱい持ってるけど、ただね、iPhone についてきたタイプ C ケーブルってちょっと珍しいやつで、普通タイプ C ケーブルってさ、USB のところに挿せるような形してて、それプラス片方はタイプ C 端子になってると思うんだけどさ、あのね iPhone についてきたやつね、 USB に挿すところがタイプ C になってて、両方ともタイプ C なのよ。だから使ってないんだけど、使ってないっていうか使えない、タイプ C のアダプタがないのでタイプ C からタイプ C でさせるやつがないんで、使えないんだよね今んとこそのせいか、今までコントローラー用に使ってたタイプ C ケーブル使ってるせいかわかんないけどさ、充電クソ遅いっていう、持ちはめちゃめちゃ良くなったような気はする。あよはよ、昼から出かけるのでネイルチップ作りながら、機種変した時の話とかしながらでございます。高速充電するには両端が C じゃないと無理。そうなんだ、ちょっと高速充電がしたいんで、ちょっとそのうち見てくるか、刺すやつダイソーとかに売ってた気がすんだよな。いや、ダイソーのじゃダメかなあれ、コインありがとう、助かる。これで今日の枠が今日の枠が最長1時間になりました。いや、期限切れるの早いんだよね、コイン。5日だっけ期限切れるの。
ちょいかな、もうちょい削ります。ダイソーのじゃダメかね。 C2C のW20W のアダプターの方がいい。純正高いやん。いや、こんなこと言うとね、あの、なんか、ひもじい人みたいに思われるかもしれないけどさ、普通に機種変の影響でケースも変えたし、ケースとフィルムと、ケース、フィルム、アダプター、なんなりなんなり買って、ちょっと赤字なんよね。だからできるだけ安くて信用に足るものというか、まあ、ちゃんと使えるものをね、ちょっと探し中っていう感じ。なんかおすすめあったら教えてください。なんかツイッターのリプとかに送っといてください。もしかしたら欲しいものリストに入れさせていただくかもしれません。信頼に至るのは純正かアンカー。アンカーだよな、やっぱり。やっぱりアンカーだよな。確か純正の C2C のケーブルは 2.0 だっけ、 2W だっけ、忘れたけど、なんか 急速充電対応してないんじゃなかったっけな、ついてくるやつは。だからケーブルも一緒に買った方がええんかね。この今使ってる充電用のタイプ C ケーブルはいつもの、あのバイオとかで使ってるコントローラー用にして、悩みどころ。アンカーな、信頼に足るけど高いんよな、ちょっと。とりあえずチップ付け終わったら見てみるか。デザインとか色とかつけるのも全部自分なんで、ちょっと今日のネイルは時間かかるかな。40分とかで3本できたらいいなって感じ。栄光じゃないわ栄光出てきちゃった、狩野栄光。機種変した影響でさ、写真が消えたっていう話したじゃないですか。でその、ね、中にはサムネとかも大量にあって、今まで使ってたサムネの一部がですね消えちゃった
のファンアートとかその辺はあの全部全部を全部写すってなるとね時間がかかりすぎるって思ったからねある程度絞ったのよ、まあ、サムネはまた作ればいいかなと思って。でもバイオのサムネあったかなっていう。最悪同じ画像を拾ってきてわしの立ち絵はめて立ち絵っていうかファンアートをはめて iCloud 使ってたら充電中に徐々に戻ってくるでしょ。あのね iCloud で保存できてるのが2年分ぐらいまでだったのよ。ここ1年分はね全く保存されてなくて、本当に去年の4月とかくらいまでのデータしかなくてでだからねあの全部エアドロでここ最近のはエアドロで写したっていう。 iCloud 結構入ってたはずなんだけどな、なんでかな。いや全くもって大して戻ってこなかったっていうね、ひどい話だ全く。であとフォルダ分けもしないといけないし、私ファンアートは全部お気に入りにして、それ PC でバックアップ取っておかなきゃダメだね。マジか、 PC バックアップいるのか。 PC 今使えねえんだよ。まあどっちにしろバックアップは取れなかったということですな。サイズどれだ。多分これ多分これかな。いやみんなもね、もし機種変する際はお気をつけください。わしみたいになるなよ。重要なデータ吹っ飛ぶと吹っ飛ぶと。わしはプロセカとジャンタマのデータが、ジャンタマのデータは帰ってくる可能性じゃん、あのワンチャンあるけど、 USB つないで直接バックアップだよ。あのね、多分ね、どうだろう、今 PC のネット環境がないっていう話はしてると思うんだけどさ、まあもう旧端末がないからどっちにしろ無理なんだけど、まあそれを知らなかったわしが悪いですね、本当に。あのネット環境がないとできないと思ってました。はい、その回答の仕方を見るにネット環境なくてもできたっぽいね。ちなみにね、あの昼から出かける予定というのはね、あの仕事なんですけどあの世の中が3連休だわーいって言ってる中、私仕事入ったんやがっていう、あの人が足りなくてって、あの頼まれると断れない。あの普段営業日じゃない日にね、あのなんか開くらしいから人が足りなくてって。まあわし普段シフト少ないので全然いいですよって。
まあ、1日出ようかとも思ったんだけどね、起きれる気がしなかったんで、まあ今日起きれちゃってるんだけどさ、いろいろねもろもろ準備がね午前中にできる気がしなかったから、午後だけでいいんだったら出ますよって、いやそれでもいいです助かりますって言われたから、じゃあ午後出ますっていうPC に iTunes は必要だけど、 iTunes はねある。ああお疲れ様です、自分もお疲れ様です。まあ大抵土曜に早起きの人は仕事よな、仕事か、わしみたくログインボーナスの時間に目が覚めるやつはおらんか。目覚ましなしでログインボーナスの時間に勝手に目覚めるからな。もともと睡眠が浅いっていうのもあるけど、でもね新しく端末変えてからね、ニケが落ちなくなったんだよね。今までさ、なんかこう画面処理、なんか画面でなんか処理動作の多い画面とかに移動したりとかするとね、よう落ちとったのよ。ゲームがね落ちなくなったんだよね。それは快適。いつ落ちるんだろうってヒヤヒヤしながらやらなくていいのはね、すっごい快適。本当はね、iPhone のレビュー動画とか撮ってみたかったんだけどね。自分の需要ではないよなと思って。ガジェット系動画上げてる人なんて、ガジェット系の YouTuber さんたくさんいるし、まあみんなそっち見るよねと思って。いや、ネイルサロンとか行ける人が羨ましいな。1回でいいからなんかサロンとか行ってみたいんだよね。Thank you.
今はひたすら尻尾を削っています。チップ削ってくっつけて、そっからデザインしてっていうことをしないといけない。まあ、別にね、やらなくても死なないけど、なんて言うんだろうな、男性で言うと腕時計とかなんか車とかそういうのに近いような気がする。ネイル、なんて言うんだろう、つけてるとワクワクするとか、なんかつけてるとテンション上がるとか、あと新しい車でテンション上がるとか、そういうのと似てるような気がする。これはこっちだったよな。早いもんでもう30分経つのか。どうしよう、コンティニューコイン使って1時間まで伸ばすか、これぐらいの時間で終わっておくか、迷いどころだな。私この後やることといえばネイルひたすらすることしかないんですけど。来週の火曜日はね、いよいよ回線工事なんで、それまでにスケジュールとかサムネとか作っとかななっていうのがあるくらいで、どうしよう、何喋ろうか。コインありがとう。5枚あったから大丈夫やで、言うて。まあ、だいたい3本の爪にチップつけるので30分ぐらいか。ここからデザインしないといけねえんだ。男性から女のわしに聞きたいこととかあるか。そういうの答える回にしても全然ええよ。1日2枚投げれるので一応。なるほどね。閲覧が増えてる。おはようございます。今話すネタがちょっとなくなってきたところで、男性の方に、男性から女性のわしに聞きたいことあります？みたいな話してたけど、よし、とりあえずいい感じにひっついたかな。
さて、ここからデザインです。買うものが多い。とりあえず一回塗って、一回塗って固めて、そういえばなんか知り合いの V さんにね、サロンでネイルしてもらってる人だと思うんだけどね、今流行りのスイカゲームあるじゃないですか。あれをね、オーダーしてね、スイカゲームのネイルにしてた人がいた。まあネイルにしてた人がいたっていうか、ネイルにしてたその知り合いの V さん。ネイリストって今流行りのこんなのも描けるんだって思ったね。いやすごいっすわ。なんか多方面にアンテナ張ってないとできないよね。スイカゲームのネイルしてくださいってなんか写真持ってったとしても知らんやろからな、多分。あ、可愛いですねくらいだと思う、多分。私昔はネイリストになりたかったんだよね。今もなりたくないわけじゃないけど、結構ね、将来の夢いろいろコロコロ変わってた。今はね、なんか将来の夢っていう夢がね、あんまりないね。目標とかだったらあるけど。いや、なんか目標を決めてなんかやってる人とか、計画的になんかやってる人見ると、あ、すっげえなーって思う。わし無理。なんていうの、行き当たりばったりできてるからな、今まで。ノリと勢いみたいな。まあそういう人生もありじゃないですか。ありじゃないですか。適当です。私がね、ありじゃないですかと言ったからといって真に受けないでくれよ。ありだと思っ、辰石こまりがありだって言うから実践したのにありじゃなかったって言われても、私一切責任取らんからな。
と何が話せるかな。いや実際話せるネタはねあるにはあるんだけど、グレーゾーンなんだよね。なんかね話せる話がグレーゾーンなんですよね。はい、おはよう。仕事かな、3連休かな。わしは昼から仕事です。コインありがとう。あ待って、5枚何延長?1 時間までかなと思ってたのに。1日2枚までだったら投げれるって聞いたけど、あんまりわしに課金すんなよ。それだけのことやってないからな、わし。90分コースありがとうございます。キャバかなんかになってんじゃん、また。感じのデザインが1本できて、もう1本どうしよう、何の話しようかな。わしが VTuber 始めた経緯でも話すか。わしがネットに染まるまでの経緯、今までどんな配信アプリをたどってきて、どういう活動をしてきてみたいな、そういう話でもするか。気になる？割とあの私スペースとかではオープンに話してたりするけどね。あのなんか自分の場合前世とかそういうのではないし、前世だとしてもなんて言うんだろう、そんなに前世の概念って悪いもんじゃないと思ってて、自分別に VE になってから転生したわけでもないから、余計になんかこう話せる気がするっていうか話せるんだけど、そういうの気になったりする？ V になる前は何してたのとか。いや V は V なんだから VTuber でいてくれって思うんだったら話さないけど逆に全く配信歴なしで V やる人の方が少ないと思うけどね。だって今やいろんな人がね、あの V のガバを持ってますから、歌い手さんとかね、いろんな人が。一発で成功させたい、一発で成功させたい。無理か、無理かな、もう無理かな。リカバリー効かない。デザインがうまくいかない。
行ってねえな、これは。ちょっとやり直します。わしの配信のルーツについて話すか。わしもともとは最初ツイキャスだったんだよ。一番最初配信始めたの。だからツイキャスのなんか日数だけめちゃくそ多い。950何日とかってなかったっけ。元々はね、ツイキャス主の追っかけみたいな感じだったんだよね、最初。割と自分何でも追っかけから始まってる気がする。 V もそうだけど、最初は推しの追っかけで、そこからついでに、ついでっていうか、なんか自分もやってみてってなって、試しにやってみてみたいな。で、一時期ツイキャスハマって、そこから飽きて、スプーン行ったんだよね。あの、なんだっけ、なんかの CM。CM があったじゃん、スプーンの CM。眠れない夜、私、僕とお話ししませんか？スプーンだっけ？なんか一時期さ、 YouTube の広告で流れてこんかった？そういうの。デザインがうまくいかない、さっきから。あったよね。最近さ、あの今月に入ってからさ、あの YouTube プレミアムがあの更新されてなくて、あの今広告ある状態なんだけどさ、脱毛と天城府のなんかのあの広告がめちゃくそうざったい。あとなんか最近見る配信アプリっぽいやつの広告は グラビティ多分ね、あれ配信アプリとかじゃないと思う。
YouTube プレミアムないと配信中でも広告出るのなんだかなって。そうね、わしの場合さ、配信赤とさ、動画視聴赤に分けてるからさ、動画視聴赤の方に課金 してるとね、なんて言ったらいいんだろう、両方とも YouTube プレミアムつかないのなんかやだなって思ってる。両方ともについてくれたらいいのにって思う。一つのアカウントで買って、さっきさ、スプーンの広告を思い出すときにさ、なんでかわかんないけどさ、頭の中にね、優しく触れていいですか、ソフィーがね、頭の中にね、出てきたんだよね。なんでかな。夜つながりかしら。ファミリープランに入るしか。ファミリープラン高いじゃん。YouTube プレミアム入ると生活の質変わるとまで言われてるけど、まだ躊躇してる。あのね、どうだろう。出勤通学とかで音楽とか動画ずっと見てるような人は、結構ね、QOL 上がると思う。オフライン再生で動画保存しておけるし、あと YouTube ミュージックで音楽だけ聞くとかできるし、あとやっぱり広告なしで見れるっていうのはね、割と利点。すぐに見たい動画が見れるっていうのはね、案外ストレスなくなる。なんて言うんだろう、その前まではストレスじゃないって思ってたのがさ、急にやめるとね、ストレスフリーって思う。たまに YouTube プレミアム入ったり入らなかったりするわしからの意見以上です。よし、2本デザインとりあえずできたぞ。スプーン配信者がリスナー消しかけて歓迎させるフードが怖くて言ってない。まあそういう雰囲気はね、確かにあるかも。私ね、私の個人的な意見やけどさ、スマホで見るならバックグラウンド再生も。そうね、バックグラウンド再生できるっていうのは結構でかいね。なんか例えばさ、音がないゲームアプリとかさ、やってたりするときにさ、上にちょっと動画とか表示させて、音それで流しながらゲームができたりだとか、そういうのがねできたりするんだよね。一度やるとやめられなく、あれわしね、割とやめれたりするよ。だって月1600何歩とかでしょ？ 1800 だっけ？ 余っぽど余裕ある時しか入らないもん、わし。
余裕あるときか通信制限食らったりとかしそうなとき。バックグラウンド再生が一番便利かな、多分。いや、携帯で他の作業をしながら YouTube ミュージックいらないから安くして、わかる。あの980円とかだったらね、毎月絶対入るんだよね。あと YouTube プレミアム入ってる、入った状態で、推しのチャンネル登録すると、少なからずちょっとだけでも推しに課金ができるらしいっていうことはちょっと知ってる。なんかプレミアム入ってるだけで、なんかちょっと推しに還元できるらしいよ。なんか誰かが言ってた。自分 YouTube ミュージックほとんど使わんかったんだよな。広告見るより単価高いらしい。らしいね。あんまり詳しいことをそんなに知らないけど。デザイン作り難しい。しかも聞き手だから難しい。あ、死ぬ。目が痛い。ずっと目閉じてねえから目が痛い。ドライアイになりそう。一発で成功させたいんだ。無理だ。ちょっとやり直す。2回目でできたら御の字かな。Thank you.
よいしょ。コインありがとう。ん？2枚飛んできたコイン。ありがとうございます。助かります。おはようございます。私は今ネイルにちょっと悪戦苦闘しております。あとはね、私の配信のルーツとかね、喋ってましたね。ツイキャスから始まってスプーンに行って、スプーンに行って、あ、スプーンに行ってまでの話しかしてねえや。スプーンからリアリティに行きました。こっからわし V になった。リアリティから V になった。タツイシコマリ名義で。2020年だから、まあ、かれこれ3年以上、2020年の6月デビューなんで、わし、あ、かれこれ3年以上やってますね。もう3年と半年くらいになるのかな。活動を始めて1年目ぐらいまではね、あのパソコンの環境がなくてさ、何にもできなかったんだよね。ほんとスマホでの配信しか。多分 PC ゲームとか始めたのがその次の年くらいかな。スマホオンリーだとね、うん、活動の幅は狭かったよ。でもスマホオンリーからの機材はね、今も現役でございます。あの AG03 とかね、一時期さ、まあ、コロナが流行り始めて、まあ、巣ごもり生活になったよっていう時くらいに、まあ、配信がめちゃめちゃ流行りだしたのね。でその時にさ AG03 っていう、まあ、オーディオインターフェースがあるんだけど、まあ、結構有名なね、そのオーディオインターフェースがねめちゃめちゃ高騰してたんだよね。あの1万5000円とかのやつがさ3万円とかになってたりとかさ。なんだったら3万5千とかまで行ってた時もあったかな、一時期。自分はね、なんとかね、そのね、あの波をうまいこと見抜いて、あの1万5000
6000くらいまで下がったタイミングで買った。まあそれぐらい需要が高かったんだろうね。品薄に需要も増えてだろうから、うん、そう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 、そんぐらい需要がね、その時高かったんだと思うよ。あとマイクとかさ、カメラとかさ、あ、ウェブ会議とかさ、オンライン面接とかさ、なんかオンライン会議とかさ、そういうのでなんか音質とかこだわる人だったりだとか、あとはカメラだったりだとか、まあ配信系の機材系がね、まあまあみんなリモートになったからっていうコメントがあるけど、まあその通りで、機材系がね、軒並み高かった。えぐい高かったもんだって。なんか特に安いやつのセットとかが高かったかな。もう最初のなんか何から買い揃えたらいいか分かんない人用のマイクのマイクスタンドとポップガードとみたいな、そういう配信初心者向けみたいなセットがね、高かった気がする。今機材行かれると考えたくないな。でもまあ最近はちょっとずつ出社とかも増えてるみたいだよ。旭化成の工場火災も重なった。なんかあったよね、そういうの。今はね、ネイルのデザインが終わって、まあデザインが終わってっていうか、まあちょっとシールをね貼ってます。ステッカーっていうか、ちょっと秋っぽいデザインにしたくてね。これにしようかな。今ね、ネイル道具も100均で揃う時代なんですよ。ありがたいですね。本当に音質とか気にしないのであれば、ダイソーとかにもね、全然売ってるけどね、今は。イヤホンマイクとかさ、音質とかそんな気にしないのであれば、売ってるからね。一応使えそうな部類のやつが。自分は使ったことないから、ちょっとあんまりわかんないけど。まあ、今機材の値段はね、そこまで高騰してないかな。あとアマゾンが14、15ぐらいなんか安くなるっぽいから、まあ、そこでちょっと機材安くなるかもくらいじゃない。私も欲しい機材あるけどさ、今月はね、もう機種変した影響で、もうケースなりなんなりをね買ったりだとかして、出費がかさんだから節約せななって感じで、なるべくアマゾンとか見ないようにしてる。やば、トップコートもうないな。あ、ギリある、ギリある、ギリある。旭化成の火災ってな何作ってるところだ、そもそも旭化成って。部品何系の部品だろう。
で60秒。なんだかんだ1時間以上かかってんな、やっぱり。3本でこんだけかかるってどんだけかかってんだよ。いや、なんかデートでも行くんかっていうぐらいのネイルなんですけど、仕事場です仕事場なんだよな。バッチリ決まりました。基本いい感じだと思う。そんなに爪きれいな方じゃないっていうのと、実写の写真をね、ほとんど実写の写真ツイッターとかにあげたりしないっていうのと、写真撮るのあんまり、なんて言うんだろう、下手だからっていう理由でちょっとネイルの写真はねアップできなくて申し訳ないんだが、秋っぽい感じの、いい感じのネイルになりました。高品質の DAC チップって、世界に4社ぐらい作ってないうちの1社が生産不、それ相当重要なやつじゃん。相当重要じゃないか、それは。だからそのパーツがはめれなくて生産とか止まってたから高かったのかな、オーディオインターフェース系。よいしょ。もうちょっと埋めるか。マジでデートでも行くんかっていうレベルのネイルの気合の入れ具合なんだけど、本気で仕事場なんだよな。悲しい。仕事場の人に、あ、ネイル可愛いねみたいなこと言われたら嬉しいかなレベル。これ一人でやったのすごいみたいなこと言われたらちょっとテンションが上がるやつ。これで親指固め終えれば終わりです。よし、終わり。終わりました。できました。いい感じです。今ね、画像を出さずにネイルを説明すると、ココアみたいな色してます。秋っぽくないですか。ちょっとデザインは説明が難しいからちょっとあれだけど
この時期なら色合い落ち着いたの似合いそうだよね。ワインレッドみたいな色でもいいかなって思ったんだけどね。服がねそういう色だったりとかするとかぶってちょっと映えないかなと思って、なんて言うんだろう、落ち着いた色合いの方が好き。財布とかもね、財布はリスナーからの頂き物だけど、深緑の2つ折り。じゃあこの辺で終わりにしようかな。ネイルも終わったことだし、これから風呂入ったりなんなりして準備しなきゃ。だいたいいつもYouTube の方にこれあげるときにさ、概要欄にお品書きって書いてさ、何について話してましたみたいなのを書いてるんだけどさ、今日何について話してたっけ？まとめ、まあ機種変した話したでしょ。で、機種変の話、まあネイルの話、配信歴の話、スマホとネイルと V になるまで、せやな。まあ、機種編、ネイル、V になるまでの話かな。よし、まとまった。よしよしよし。ありがとう。じゃあ、終わります。今日朝から仕事の人はね、行ってらっしゃい。頑張れ。わしも昼から仕事だ。一緒に頑張ろうな。3連休の人は楽しんで。ではでは終わります。またの、お疲れ。